はい、来週いよいよね、矢野部日照の花火上がりますね。ちょっと暗いな。半田市矢野部日照っていうところで打ち上げ花火が上がります。もうめっちゃ楽しみですね。いやもうこの時を待ってたよ、何週間もね。で、すげえ楽しみなのが iPhone 15 Pro Max で撮影することが、もう花火を見に行くのはすげえ楽しみなんですけど、何よりね、その画質のめちゃくちゃいい一眼レフを持ってる YouTuber さんも最近やっぱ iPhone の方が画質いいよねっていうぐらいの画質のいい iPhone 15 Pro Max を、それで iPhone 15 Pro Max でその撮影できることがもうすげえ楽しみ。もうすげえな、本当に。朝ね、その僕ん家のベランダから見える運河にシロサギが10匹おって、で25倍ズームしたんですよ。めちゃくちゃ遠いのにピント合っちゃうってね、すっごいよね、本当に。めちゃめちゃ本当にすごいんですよ。これ YouTube にも上げようかな。シロサギの動画、本当みんなにも見てほしいですね。で、もう最近ね、チャンネル登録してくれた方、本当ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。ね、これからはね、今まで動画撮ってたのは iPhone 13。初期が iPhone 6S。で、次8で13で今、15 Pro Max ですね。で、撮影してるんですけど、めちゃくちゃもう迫力のある花火の動画にするんで、で音もね、そのヘッドホン推奨にするので、そのボリュームをいじるとかあるんですよ。それを100、いつも 30% とかにするんですけど、それいじるだけで変わるんですよ。なんでも家になんて言うんだろうな、もうイヤホンじゃ音でっかすぎるかな。ヘッドホンがある方はヘッドホンしてちょっと視聴してみてください。すんごいいい音なんだよ、ね。で、その花火の話なんですけど、去年のその矢田部の花火の時に時差式とかスライドとかこう色がタッタッタって変わってくやつとか、そのまだらに色が変わってくやつとかね、あったんで、あれめちゃくちゃ好きなんですよ。で、最近なんですよ、それがここら辺でも上がるようになったの。なんでね、もう遠いとこ行かんでも、もうそういう花火ここら辺でも見えるようになったから、もうめちゃくちゃ嬉しいんですよね。なんで、この15 Pro Max で撮影すれば、もう去年もね、その画質よく撮れたは撮れたんですけど、それも iPhone 13よりもめちゃくちゃいいと思うんで、いいと思うときは絶対いいんでね、期待しておいてくださいね。はい。で、去年はその三脚いるかなってその三脚持ってって、やっぱいらんわって外してる途中にバーンって上がっちゃって映んなかったところあったんですけども、今年はでも全部手で撮影します。最近のスマホは手ブレ補正だいぶついてるらしいんで、心配ないと思うね。ちょっと自分の手で撮影していきたいと思います。こうやってね。で、あそこで上がってる花火、まあ矢鍋ですね。一番下に上がる僕のお気に入りの花火がバーンって火の粉が散らばっ丸く散らばって、最後にちっちゃい花咲かせるやつ、バリ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 ってなるやつ、あれ霞草って言うんですけど、好きっすね、あのバリバリ音めちゃくちゃいいじゃないですか。本当にめっちゃ好きなんですよ。
あとあの交差してこうタカ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 って左右に上がってくるやつ、まああれもね多分あのあれがなかった時はないんで、今年も多分ね打ち上がると思うんだよ。うん、まああの米田ら辺から取れるといいけどな、あんま近すぎてもねこうめっちゃ上上げないと取れないんで、まあでもどうなんだろうね。僕の親が14持ってて、で普通の14と比べるとちょっと広角度が広いんですね。なんでまあ写し切れるかなって、そこ心配したい。まあ今でもちょっと心配なんですけど、もう来週の土曜日なんで、まあでも確実に映るは映るんでね、心配ないかな、どうだろう。心配しんでも多分綺麗に映ると思うんで、まあ、このままあとは待つだけですね、来週の土曜日は ね。やっぱねあの週末とか土曜日に楽しみがあるとやっぱね、まあ、仕事も頑張れるしね。やっぱ花火はいいっすよ。いや僕が一番好きなのってやっぱ花火しかないんで、めっちゃ連続でやっぱ言うやん。ね、やっぱ言っとるね。まあでもそれが俺なんで。ご了承ください。ご了承ください。すいません。で、とりあえずね、もうこれインスタでは言ったんですけど、インスタまあ教えてないんで、ちょっとわかんないんで、YouTube では今日言います。手持ち花火、とりあえず手持ち花火をやっていこうかなと思ってます。はい、あでも来週の土曜日まで間に合うかな、大丈夫かな。あれだ、できねえよ。できたらやろうかな。うん、できたら、ね、できんかったらごめん。うん、ちょっとねその打ち上げ花火師が打ち上げとる花火を撮影する前に先にちょっと手持ち花火で試し撮りしたいなと思ってたんですけど、でそのためにその漁港材っていうね、そのジェル状に固まるゴミ袋が売ってて、手持ち花火用のね、終わった手持ち花火を掘刺してで丸ごとポイって捨てれる横18センチの、まあ、500ミリリットル水入れて固めるやつがあるんですけど、それを3袋ぐらい買ったんですよ。ちょっと手持ち花火もやりたいですけどね、あったかい夜にあったかい時期がまだまだなんですね。うん、やっぱ4月中旬か下旬にならないと、まあ、夜の7時8時ってまだ寒いからな、まだできないね。ジャンバーウィンドブレーカー着てても寒いからね、できねえか。やっぱ一番最初の動画が、今年の一番最初の動画があれかな、ヤナベの花火になっちゃうかな。うん、そうなったとしたらヤナベの花火お楽しみにしててください。うん、手持ち花火はやれるかわかんないですね。うん、やれたらいいなぐらい。じゃあご視聴ありがとうございました。本当にね、最近あのチャンネル登録してくれた方は本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。これからもねよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。